ジョイスは、ブラジルの女性シンガーソングライター。1948年に、リオデジャネイロ州で生まれる。1964年、15歳の時に、コンジュンとサンバカーナという音楽グループに参加し、歌手としての初レコーディングを行った。1967年、ソングフィスティバルに、自作の曲、ミジゼーランを携えて出場。しかし、曲の歌詞が、当時のブラジル社会には、 受け入れられなかった。1968年、ファーストアルバムを発表。この頃のジョイスは、大学でジャーナリズムを専攻する傍ら、リオにある、新聞社ジョルナルド・ブラジルにおいて、新聞記者もしていた。1960年代には、オサノバの流れを組んだ楽曲を発表しており、世間では、スカートを履いたシコブ歩きと評されることがあった。百六十九年、 アルバム、エンコントロ・マーカットを発表。ミノス・ジェライス州のベルオリゾンテで開かれたソングフェスティバルに、トニー・ニョールタと共作した楽曲、ヤラ・ベーラで、エントリー、5位入賞。大学卒業後の1970年には、タンバトリオのメンバーであった、ルイス・エサヒキールグループ、サグラダ・ファミリアに参加、メキシコに2ヶ月滞在。ジョアン・ジルベルトと初めて会ったのも、このメキシコ滞在中だった。 同年、ネルソン・アンジェロ、トニーニョ・オルタ、ノベリ、ナナバス・スコンセロス、エルシオ・ミリー・トラと共に、音楽、ユニット、アトリーボを結成。ブラジルオデオン社と契約。ジョイス名義で、数枚のシングル版を発表した。1972年、アトリーボに、ギタリストとして参加していたネルソン・アンジェロと結婚する。ネルソンとの結婚で、アナ・マルチンス、 クララ・モレーノという二人の子供が生まれ、出産と子育てのために一時活動を休止。ジョイス本人曰く、家で侍に仕える芸者のような生活を送っていたという。1975年、詩人のビニシウスジ・モライスに誘われ、1976年まで南米、ヨーロッパツアーに参加。この経験が音楽活動を再開するきっかけとなった。1976年、 ツアーの途中で立ち寄ったイタリアでアルバムパッサリーニョウルバーの制作。この頃から活動は再びトップギアに入る。同じ頃離婚を経験する。1977年、クラウス・オガーマンのプロデュースのもとマイケル・ブレッカーラとニューヨークでレコーディングを行う。この頃、ニューヨークに長期滞在していたバイヤ州出身のドラマートゥッチ・モレーノと出会う。 1979年、ジョイスが作曲した、ある女が、エリス・レジーナに取り上げられ、コンポーザーとしても注目を浴びる。同年、トゥッチモレーノとの間に、子供が生まれた。1980年には、11年ぶりの、準リーダー作で、ジョイス本人が、初めて完璧なレコーディングを行いたと評した、アルバム、フェミニーナを発表。収録曲、クラレアーナが、 ブラジル国内でヒットした。翌年にはアルバム、水と光をオデオンレコードから発表する。1983年、自主レーベル、フェイミーニーナエデススムーザキースルダから、アルバム、タルデスカリオカスを発表。1985年、第16回世界歌謡祭に参加するため、夢のバイヤーを携えて初来日。同年、インディーズレーベルのポインターから、 サウダージドゥフトゥーロを発表。翌年、エピック、ソニーから日本版も発売された。1990年代に入ると、アメリカのフュージョンレーベル、バーブ・フォア・キャストから、ミュージック・インサイドや、ランゲージ・アンド・ラブなどのジャズ・フュージョンタイプのアルバムを出す。一方で、欧米のクラブにも出演し、絶賛を集めた。中でも、ブラジル音楽ブームが燃え盛るロンドンでは、 牽引者的存在に。さらに、五カ国語に感動ない祭で、ヨーロッパ諸国にも鮮やかな足跡を刻み、1994年に音楽生活25周年を迎えた。その記念作品、友と再びには、ガルコスタ、ジルベルトジル、ワンダ・サーラの共有が参加。これで波に乗ると、アントニオ・カルロス・ジョビンに捧げた、イーリャ・ブラジルを1996年に発表。 1998年の宇宙飛行士では、ドリカイミの他ジョー・ロバーノやマルグリュミラーら、実力派ジャズミュージシャンをバックに、エリス・レジーナゆかりの歌曲を取り上げ、第二世代ならではのオーセンティックを開拓してきた。また、1991年にブルーノート東京に初出演して、以来、自身の音楽を打ち出す一方で母国の誇るスターを紹介するナビゲーターとしても尽力。 そこで2003年になると共有たちとコラボレートしたボッサ・デュエッツをリリース。また、長女クララとジジョアナの押し出しにも熱を上げてきた。2005年はドリカイミと初めて本格的に向き合ったフルアルバムリオバイーヤもリリースした。2011年、ギター弾き語りによるソロアルバムリオを発表。1980年代初頭にオデオンレコードに 録音を残してから大手レーベルから受ける束縛を嫌ってインディーズレーベルから作品を発表することが多い。最近ではイギリスのファーアウトレコーディングス日本に様々なリーダー作を発表している。ボサノバ第二世代と呼ばれ、過去には祖国の大先輩ホベルトメネスカルと講演し、新旧に変わりないブラジル音楽の名脈を描き出してみせた。さらに、 1985年の初来日以来、この10年間は毎年夏に来日公演を行い、夏のブルーノート公演には毎年様々なゲスト歌手、演奏家を迎え、パフォーマンスを提供している。実著に、フォトグラフィー・ボセナミーニャ・ローリー・フレックスがある。娘のクララ・モレーノとアナ・マルチンスも歌手として活動している。ありがとうございます。